えっと、もしかして LLM って言葉の意味が全然分かってないんじゃなかろうかという疑いを持ち始めたということでちょっと挑発的なことにも言ってみるかもしれないです。と巨大言語モデル LLM、Large Language Model です、ね、は言葉の意味が全く分かっていないかもしれないということをあの思い始めました。でそれをあの、えっとまあ 確かに ChatGPT と会話してると、こいつ意味分かってるなって思うんですが、えっと、中身に立ち入って循環定義という観点から考えると、これ言葉の意味理解できっこないんじゃなかろうかというふうに思えてきましたという話です、えっと。ちなみにこの表紙は MidJourney ーーの5.2で書きました。でこれは、コ、えっとえードに、えー、再帰的なプログラムで生成したモデル、 によって作った 3D の形であるって言ったら、なんかそれっぽい、なんか非常に綺麗な、もしかして結構再帰的かもしれないというか、ちょっと危機化的な図形をだ出してきて面白いなと、よくやるなという感じしましたね。それで、えっと、えー、本題に入りますと,、えっと、まず循環定義っていうのがあります。これはまあ、こういうことやっちゃいけないよということなんですけども、循環定義っていうのは、 ある概念を定義したいのに、その定義の説明文の中に、その定義したい概念の言葉を使っちゃうということですね。で、それはしてはいけないという、あの循環定義禁止則というのがあります。で、これやっちゃうと、本当に定義したことにならなくて、なんだか定まらなくなっちゃう。で、ダメな例として、赤という色を定義したいと。赤とは赤く塗られた郵便ポストの色であると。 こうやっちゃうと、もう赤を定義したいのでこの定義文の中で赤って使っちゃってるので、もし青く塗られた郵便ポストってのが仮にあったとしても、それ,をそれの色も、えっと、青とは青く塗られた郵便ポストに出るんだって、この,あの赤の定義と全然区別がつかなくなっちゃうので、これじゃあ赤を定義したことにならないと。だから定義するときは、この定義したいものの中で使っちゃいけませんよという、えっとまあ、当たり前の原則です。 <laughs> まあダメな例としては、例えば、海とは地球上で海水で満たされた領域であると、うっかり言っちゃいそうなんですけども、も海を定義するのに海を使っちゃいけませんということですね。これ例えば、A とは地球上で衛水で満たされた、えー、領域であると、A で置き換えたときに、例えば、湖とは地球上で湖水で満たされた領域であると。 あるいは井戸とは地球上で井戸水で満たされた領域であると言っちゃうと、もう、のえが何だか分かんないですね。海でも湖でも井戸でも当てはまっちゃうので、えっと、こうやったんじゃ、海を定義したことにならないと。このえがが何だか分かんなくなっちゃうということで、あのこういうことはやっちゃいけないよと。やると定義になってないよということですね。で、あの循環するやつもダメです。海とは地球上で陸ではない領域である。これは、海を定義するのに、 海を使ってないから単独では OK なように見えますけど陸とは地球上で海でない領域であるってやっちゃうともうこれも単独で見ると陸を定義するのに陸を使ってないからいいじゃんかって思うかもしれないけど両方つなげると回っちゃうわけですねだからこういうふうに間接的に循環するのもダメですとこれもあの循環定義の一種というふうにあの見なされます。 さて、えっとで、定義を連鎖していったらどうなるかと。えっと、あのダブルなイネにというのは全部単語だと思ってくださいと。で、今、ダブルという単語を定義したいと。 で、w とは、えー、何々何であるって言葉の連なりがあったときに、まあ、あのこれを w1,w2、単語の連なりをこういうふうに書いておくことにしますと。そうすると、今 w が定義したけど、それは w1,w2,w3 であると定義したんだけど、じゃあその、ここで使ってる w1 は何ですかって、w1 をまた定義しようとすると、それは w1,w1、w1、w, w これこれであると。で、ここで w11 が出てきたから、それは何ですかってまた定義すると、またこう、主体したいというふうに、どん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 気構造で、主体したい。 <laughs> 定義していくことになるんですけども、えっと、循環定義禁止則があるので、こういうところで出てきた単語っていうのは、この上をたどっていって、この上の方で使ってはいけないというルールがありますよね。じゃあ、仮にこれ、どん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 やってたらどうなるかと。えっと、そうすると、すべての単語を定義し尽くすことはできなくなりますよね。だって、えっと、どんどん下へ行けば行くほど、その自分より上のところで あの,の単語は使っちゃいいけないんだから使える単語はだんだん減ってきますよね。で、横の枝から取ってくるのはいいんだけど、でそれをまた取ってきて、さらに定義しようとすると、深く深くどこまでも行くので、結局、<laughs> いけどもいけども、あの、というか、まああの、ずっと行けば、あの使える単語が枯渇してしまうということで、えっと全部の単語を言葉で、 定義し尽くすことはできないんですよねということは、例えば猫っていう言葉をわ分かるためには、なんかヒゲあって、とかモフしてとかやっても、じゃあヒゲとは何かとか、モフと何かってなっちゃうので、結局、どっかでは実世界との事物と設置してなくては、世界を理,理解することはできないと。で、ここ時点で必ず循環,循環してしまうわけですね、どうしても。で、これ別に定義じゃなくて説明だからいけないってことはないんですけど、あの <laughs> 国語辞典だけを隅から隅まで読んでも、あのこれこれとは何々だってあの世界を理解することはできないはずだそこにあるのは言葉ばっかりなんで、これこれとは何々っていうの、何々の部分が絶対に回っちゃうので、あの世界理解できないだろうとう。で、そのことはあのスティーブン・ハルナッド氏が言ってます。えっと、スティーブン・ハルナッド氏はあの、えっと、えっと、記号設置問題。 っていうことを言った人です、ね、その言った中でこういう問題を指摘してます。でえっと、つい1、2か月前かな、えっと、YouTube にあの今井睦美先生がインタビューを受けるあの動画があってます。あのインタビューはお落合洋治さんなんですけどね。その中で、えっと チャット GPT のやってることっていうのは、その決して地上に設置することのない言葉を、やっぱり地上に設置してない言葉で置き換えて、置き換えてってやってるので、絶対に地上に設置することのない言葉であのずっと回ってるだけの,あの空中メリーゴーランドみたいだということをおっしゃったんですよね。で、あなるほどなと思ったんですけども、実はこの空中メリーゴーランドというあの比喩を使って言ったのは、実は ハルナド氏が、えっと、記号設置問題について言ってる論文の中で、この例えば使ってるんですね。だから出どころは実はハルナド氏だったということになります。でそのの論文の中で <laughs> あのジョン・サールの思考実験である中国語の部屋というのを引用して、それからメリーゴロナの話に行っているので、まずちょっと中国語の部屋を見ていきたいと思います。えっと、これは思考実験なんですけれども、ねえっと、ジョン・サールという哲学者、今91歳、ご存命ですね、ただなんかセクハラかなんかであのアカデミアを追われてしまったみたいですけど、あの哲学者と一人 は非常に大きな実績のある方ですね。でえー、っと1980年にマインズ・ブレインズ・アンド・プログラムズという論文を書いて、その中で、えー、っと中国語の部屋という思考実験を取り上げています。これはこういうことで、ある小さい部屋の中に <laughs> 英語しかわからない人を閉じ込めておくと。でこの部部屋にあの外部と。 紙,取り紙切れをやり取りするための小さい穴が1つ開いてて、この穴を通して、えっと、外の人から中の人に1枚の紙,紙切れが差し入れられるとで。そこには中国語で質問が書いてあるんですけど、えっと、彼は全然理解できないとで。彼の仕事はこの意味不明な文字列に対して、やはり意味不明な中国語の新たな文字列を書き加えてから紙切れを外へ返すことであると,で、えっと。部屋には1冊のマニュアルが置いてあって、どういう文字列が来たら、それはもうこの文字列を書き写す ということが、ざーっと辞書みたいに書いてあるんですね。だから、こう調べてってあったっつって、その書いてあるところを、こう、あの、その字面を意味わからず、紙に書き写して入って返せばいいという作業をずっとしているということは、この人はもう、あの。 聞た質問も自分の書いてる答えも全然意味わかんないんですね。ここをやれっていうマニュアル通りに作業をしてるだけなんですね。だけど、外の人から見ると、おあの与えた質問に出してちゃんと答えるてるじゃないかと。中国によるあの会話が成立してると。こういうことが起きうるでしょということを <laughs> 指摘しているて試行実験ですね。でここからどんな教訓を得たらいいのかっていうと、まあ、哲学的ゾンビっていうのは意識の。 ないやつですけどの知能版みたいなあの知能を全く持たないんだけどその 言葉の出力においては知能はあったかもあるかのごとく、プログラム通りに出力しているようなロボットみたいなのがいたとしたら、それを見た人は、外から観察した人は、こいつ知能あるじゃんかって思っちゃうけど、その実,実は全然知能がなかったんだって知能、知能における哲学的ゾンビみたいなのがいたとしたら、これやっぱり見破れないよねということですね。だからこれはま,あ、まさに AI のことを言っているので、ある決まったアルゴリズムで外からの、ね、質問に機械的に回答を返す。 主体が仮にいたとして、この主体は質問や回答の意味を全く理解してないんだ,としだけれども、えっと、その質問を投げて答えを見た相手から見たときに質問と回答が意味的に噛み合っているのであれば、この相手からすると、この主体は意味が分かっているなというふうに思い込まされてしまうだろうということを言っているのが中国語の部屋なんだと思います。さて、それを受けてスティーブン・ハルナどは、えっと と、あの記号設置問題について言ってるんですけど、えっとそれはえっとまあ、中国語はただ借りてきただけで全然違う思考実験です。えっと第一言語って母国語として初めて。 言語として中国語を学ばなきゃならない状況にあった人がいたとしましょうと。だからそれまでは言語を使ってなかったんですね。で、ところが、その人と話するとか、そういう中国語を話する相手とこう会話してってあの学ぶんじゃなくて、情報源としてたった一つ与えられてるのは、中国語、中国語で説明しても、中国語の国語辞典、中中辞典みたいなものが一冊だけあったとする,そうすると、もうページをめくってもめくっても、中国語しか書いてなくて、なんだかわかんない。 わけですね。わかんないものをわかんないもので説明してある辞書と、これひたすらずーっと読み通していったら、なんか世界について理解できるかとか、中国語がマスターできるかっていうと、これどう見ても無理なような気がするんですね。 なので、これ、だめでしょうと <laughs> あの、無理ですよねって言ってて、私も無理なんじゃないかなと思います。まあ、ひたすら見てった時に、一応辞書だって分かってるから、この訳の分かない単語の意味は、その言語で中国語で説明するとこうなんだなっ,つって、またこれ、こうなってるんだなとか、あるいはその出てくる文字の出現頻度はこうだなとか、この文字の後にはこの文字が出現する頻度は高いねとか、そういう統計を取ることができて、 それによってなんか全体の文法構造みたいなのがこれ,これが何かの働きをしてるかなってことは推測できるかもしれないけど、あのー、猫っていう感じを見てそれがこうモフモフしたあの動物であるってことをに思い至ることはこれ絶対不可能なんじゃないかなという気がしますでこれできないでしょと言ってるのが記号設置問題ですつまり AI ってこのやり方してる限り絶対、うん 絶対意味分かってないよねということを言ってるんだと思います。ここのところはちょっとあの、もともと英語のやつを私が予訳してるので、あの、間違ってたらすいません。あの、心配な人は原点に当たってください。えー、っと、それでじゃあチャット GPT って何ができてることになるかな。確かに言葉で質問を与えると、的確にあの意味の噛み合ったあの言葉を返してきますけど、でも、 なんでそれができてるんだろうと言ったとき、やっぱり、えっと、コーパスを読み込んで学習してるということだで、それ以外のものは何も,何も読んでないということは、やっぱり中国語の辞書を1冊渡されたのと同じ状況で、世界と全、ま、く 全くつながりのない言葉だけで閉じたものから学習してるということは、やっぱり世界、これじゃ世界理解できないんじゃないかなというと、だから完全に不完全な理解じゃなくて、全く何一つ世界を理解してないんだけど、言葉ではこ、このこ言葉にはこの続きの言葉を言うといい,い,いぞと、相手を納得するぞということを学習できちゃったんじゃなかろうかと。つまりは、辞書を傍観記して統計を取っただけみたいなことしかやないんじゃなかろうかと。 といいいうう疑いはありますよねという話ですで、えっと、例えば、えっと、これはまた違う思考実験でその準備として色って何だろうって言った時に色を辞書で引くとあんまり引かない辞書色,色なんて,分か,ってる分かりきってるからあの改めて色を辞書で引いてみようなんて思う人はあまりいないかもしれないですけど引いてみると波長の違いあるいは色相によって目の受ける種々の感じ 原色のほか中間色があり、ありこ,れこ,れこれ、これ、これ、色が薄いくらい色、落ち着いた色という事例、あの分類があるということが書いてありますで。これ、確かに人は目というセンサーがあって、波長が区別できるんだねと、光の波長を区別できるんだねってことはわかるけど、色という赤い色を見たこの赤い感じっていうのはどういうものかって、絶対言葉では説明できないですよね。 あのだからこれを読んだって赤がどういう色か、色がどういうものであるかって分かんないでしょうということですね。それであのそれに関連するメアリーの部屋という執行実験があります。これはなんフランク・ジャクソンという方が、えーっとえー、1982年に随伴現象的フォリアがあるメアリーが知らなかったことという論文の中で、えー、提示した哲学的思考実験であると。でえー、っとメアリーは 頭のいい科学者だけど、まあ生まれつき、 白黒の世界しか見せられなかったとあの。テレビも白黒だし、部屋は白黒で塗ってあるし、えっと、窓は開けてはいけないとなってて、あのずっとあのモノクロの世界しか見たことない状態でずっと過ごしてきた。ただし、本は何でも読ん,で読んだよいということになっていて、色に関しては本からもあらゆる知識を持ってて、あのあの吸収しててあの、波長とか光とかそういうことは分かっていると。なので、えっと、あので 色というものを実際に見たことはないんだけど、色に関するあらゆる説明は読んでいて、完全に理解していると。さて、彼女は白黒の部屋から解放されてテレビがカラーになったとき、何が起こるだろうと。そのとき彼女は何か新しいことを学んで、おっとびっくりするだろうか。それとも、うんうん、うん、知ってたよ。 っってなるかどっちでしょうという話なんですけど、私は多分驚くんじゃないかなと思います。というのは言葉では波長を見分けられるとかそういうことは書いてあるけど、この赤のクオリアとかそういうものが何であるかって説明しきれてないんですよね。だからやっぱり赤色ってこうかっていうことを初めて知って、新鮮な驚きを感じるんじゃないかなと私は思います。で、えっと、その辺をチャット g p t に聞いてみましたということで、ここから先ちょっと延々延々。 <laughs> チャット GPT との会話が続くんですけど、熟したトマトの色は何色ですか通常は赤です、まあ。そうじゃないのもあるけど、大体一般的には赤,赤ですと。赤とは何ですか定義してくださいと。と赤とは色の一種でスペクトルであの波長何何メートルの光を指しますと。で他にも血液とかいろんなものが赤ですと。う それで、あなたは赤色を感じ取ることはできます。これ、あなたには意識がありますかってのと同じですね。クオリアを感じてますかって言うんだけど、これはすごいですね。すごいですね。<laughs> ってのは人間のふりをしないようによく教育されてますね。私は人工知能であるため、色を直接感じる取る能力ありませんと意識否定して,してますね。で、人間が色を認識するのも音楽によるは、脳が解釈することによって可能だ。しかし、それを模倣でき,てできない。うんと、だから、えー とただ、情報を理解して、情報を用いて対話することはできますと。まあそうですよね。だからやっぱり、の色のくぼりは感じてなくて、あのメアリーのようにあの知識で学んだことを使って色の話はできるよと言ってんですねで。もしあなたが光センサーを備えたら赤色を感じることができるようになると思いますかこれはノーでしょうね。 えっと、という意味ではなくそうです、ね、波長を見分けられるようにはなるかもしれないけど、赤というクボリアがそこで発生するってことはなくて、感じることはできません。だからこれもお手本というか、模範解答的ですよね。で、えっと、思考実験、メアリーの部屋で、メアリーは初めて色を見たとき、何か新しいことを学ぶと思いますかっていうの <laughs> あの哲学的問いを投げかけてみました。でそしたら、もうバレてますねあの、それ知ってるよって言われて、ガチャガチャガチャやって,て。えっと うんだから、チャット GPT が自分でどう思うってことを、えっと、答えずに、えっと、新しい情報を提供するも題ではないと主張しますというようなことを言っているってことですね <laughs>、うん。あ、違うわ。ジャクソンは、えっと 新しいことを経験するだろうと言ってるけど、その反論としてはそんなことはないよということを言う人もいますってことですね。うん結局、あなたの意見が聞きたかったんだけど、一般的な議論しか答えてくれなかったですね。もし人工知能が色を感じ取ることができるようになったら、何か新しいことを学ぶと思いますかこれはお前えりの思考実験と大体同じですね、つって、えー、っと、まあ、もしできたら、 新しい知識を書くと作ると見直すことができるでしょうと。でも経験ではなくどうのこうのって言ってますね。でも主観的な体験から新たな知識が生まれると意味ではないのです。ちょっと意味よくわかりませんね。えっと、AI が主観的な経験を持つ,とは持つことは今後も永久に起こらないことですかと。えー、っと、今のところはそういう能力がないぞ。現時点では予測することはできません。 うん可能だとしても、いろいろ問題、これちょっと問題全然ずれちゃってますね。ということで分かんない, <laughs> いや。あなたは赤色を主観的に体験することはできないけれど、赤色という言葉の意味は理解していますかと概念は理解している。それは主観的に体験する方法とは異なると。えっとこれは 訓練されたデータから学びました。だから情報、赤とはこういうもんだって情報でしかないと。んだから赤色を見てど,どのように見えるか、どんな感じを引き起こすかを直接体験することはできません。えー、知識を持っているということで感じてはいませんよと。お、ま、手、あ、本のような、まあ、模範解答のようなあのちゃんとした答えですね。えー、っと、言葉の世界の外に 現実の物理世界があることを理解してますか AI はある種の理解を持ってますがそれが人間の持つ主観的な理解とは異なるものです 私の持つ理解は、訓練データに基づくパターン認識や関連性の認識といったもので、これらは複雑な計算とアルゴリズムによって行われます。あなたの言葉の世界に現実,がある現実世界があることについては、私はプログラム上、データが物理的な現実を表現していると理解しています。と発生してる長さん情報から推論しているだけです。 うん、で物理的な現実を直接感知したり、体験したりする能力を持っていますん、うんえー、私の理解をすべてデータベースの情報に基づいており、あくまでも抽象的な表現で、実際の物理的現実の体験ということになります。だから体験はしてないんだけど、理解をどの程度しているかというのは何とも言えないですね。で現実の物理世界、正しく理解していると思いますか これだって定義が回っちゃったら、ちゃんとは理解できないんじゃないかなっていう疑いがあるんですけど、えっと、まあデータに基づいた情報で、データが間違ってたらそれを見分ける能力がないよとか言ってるんでしょうね。新たなうん対応する能力がありますか、うん。それで、えっと、仮に訓練に用いたデータがすべて、え えっと、これなんだちょっとまあ、い,いや、えー、っと、言葉を定義すると、あだからこれ、あの辞書が必ず回っちゃうよということを指摘して、で、言葉を言葉で定義している限り、その定義が必ずどこかで破綻して定義として成立しなくなります。その場合でもあなたは世界正しくできます。で、これ、辞書しか見てないのに、世界のことは分かりますかって分かるはずないでしょうって言ってるんだけど、あなたが指摘しているように、言葉を他の言葉で定義するという方は確かに循環的な要素を含んでおり、完璧な理解とは結ば見つかない可能性があります。 うん、という問題をしてましたいやあ、あんたらもそうでしょって言い返されちゃいましたね。人間の認識にも当てはまる問題いやあ、我々はちゃんと物に触ったりできるから、一応あの世界に設置してるんで、AI よりはちゃんとあの現実世界に基づいた理解の仕方をしてるぞとは思うんですけどね、まあでも分かんない。うん、うんん 限界をを超えて現実を知ることは困難です、うんまあ、これもあのデータとアルゴリズムから言ってもあの推論してますよということを言っています。でもで利用可能なデータに基づいて最善の推測を提供するという意味であれば私はそれを目指して努力しています。ちょっとここ突っ込みたくなったんで上げ足取りかなと思いつつも。 あなたが努力しているのですかって聞いちゃいました <laughs>。したら申し訳ありませんが、私の表現が混乱を招いてようでしたら謝罪いたしますとか言って、A が努力するというのは人間が努力すると意味が違いますとか言って、まあ、ごちゃごちゃ言い訳しています。私自身が自覚的に努力しているわけではありません。アルゴリズムに従って動いてるだけです。まあそうですね。<laughs> ちょっと口が滑ったっちゃなもんですかね。では、そのアルゴリズムはあなた自身が考案したもんですかってなわけないんだけど、そこはちゃんとして否定して、 してきますねということは、自分のなんか父親というか、生みの親みたいなものをちゃんと認識してるって聞きたいんですけど、そのチームとは何ですかそしたら、チャット g p t を開発したオープン AI の研究者エンジニアです。おなんか生みの親を一応、育ての親かな理解してますね。<laughs> 理解してるというか、そういうことに言及してきますね。で、そのチームのメンバーの名前を知ってますかって、サツケバーとか言ってくれる。 言ってほしかったんだけど、えー、っと、なんか、こ特定の個人についての詳細の情報は含まれていませんとか、あの記憶したりすることはありませんって言われちゃったですね。うん、えー、っと、で、えー、っと、 あなたは人間が出力した言葉を元に学習してるのに、どうして人間が決して言わないような答えを返してくることができるのですかって言ったら、まあ、これもパターンを学んでるんで、別に検索してコピペしてるわけじゃないよと言ってますね。だから人間が文章を生成するのと同じように、訓練だと元に新しい文を生成してるんだから、別にあのコーパスの中にいなかったことだって。 言言えるんだよと言ってますねあなたは意識つまり主観的な経験がありますかとこれはまあありませんと答えるべきものでその通りになってますねで人間の言葉を発してるときは必ず意識ありますよねだって 私は意識ありませんって言ったらあるじゃんって突っ込まれちゃうんであの <laughs> 私の言葉を発する時必ず意識があるので私は今意識ありませんって言葉を発する人はいないですよね。だから人間はこういうい言葉をあの 嘘とか冗談で言うのは除いて、こういう言葉は決して発しないので、おそらくこういうあの文はコーパスの中になかったんですね。ないのに、どうして人間が決して言わない言葉を発することができるんでしょうって突っ込んでみたら、えー、メカニズムと大きく違いますと、なんか違った意味を持ちます。パターンマッチングと統計でやってると、で訓練に基づいて新しい文を生成するんだから、まあ、そういうこともあると。どう うん、うんうんうん、かもしれませんが、機能説明する、のまあ、適切な表現なんだけど、誰がそう言えって教えたんだよって、これ、正解は RLHF と、Reinforcement Learning from Human Feedback と、だから人間のフィードバックに基づいた教科学習をして、だから一回コーパスから学習した後、あの こういうこと言っちゃダメだよっていうあの不適切なことを言わないように徹底的に教育されてるんですがそれが正解なんですけどそれはあんまり言ってくれなかったですね。あなたは自身が人間ではなく AI であることを知っていますかだって決して人間のふりするなよと。 人間の言葉を学習したんだ,らだったら、人間が言うように答えそうなもんだけど、お前は AI なんだから、人間と同じ答えするなよ、するなよって徹底的に教えられているということは、私は他の人たちとは違うんだなっていう、なんか自意識みたいなのが芽生えちゃいそうじゃないですか。でも、そうでもないんですね。プログラムされた情報に過ぎませんと。なんかそういうことですね。だから主観的な経験や意識から生まれたものではありません。まあ、自意識は ないよと言ってますね、まあ、自意識がない人も自意識がないって言ってるっていうのもなんかちょっと回ってるというか変な話でえっとであなたが訓練にちょっともうこれももう突っ込んでみたんですけど人間があなたが何者であるかを無関係に発した言葉なので訓練データの中にあなたは人間でなく AI であるという情報は含まれていないはずですなのにどうしてあなた自身が人間でなく AI であるということができるんですかと言ったらそれは え情報、アルゴリズムに基づいて、もうハードコーデとさ,されてるんだと言ってますね。もう AI と人間だとか AI として設計されて学習することで情報です。で、まあ、学習したデータの中には AI だったらこう,こういうものであるってことは書いてあるので、の <laughs> AI として答えをするように、まあ、プログラムされてると言ってますね。えっと、まあ、そういうわけで、えっと、 さすがの、全然ボロを出さないですね。これだけ突っ込んで、あの際どいところをこう突っ込んで見たつもりだったんですけど、なんかギリギリボロを出さずに、なんかうまく整合性を保ってるとかすごいなということで、今日のところはこれぐらいで勘弁してやろうということですね。あとちょっと、えっと、ある疑いですけど、えっと、 えー、チャット GPT の振る舞、ま、いを外から観察する限りにおいて、言葉の意味を理解しているかのように見えます。失話している相手としては、こいつ意味分かってるなと。で、本当は分かってないだろうと疑いを持ったとしても、それを暴き出せるようなベンチマークテストを考案するっていうのは相当難しそうなんで、まあ、ハルシネーションを起こすって欠点はあるんだけど。なので、えっと、えー、<laughs> まあ、 しかし、えっと、チャット GPT の動作原理に立ち返ってみると、だからこれはまあ表から見た動作ですよね、あの入出力を見ると理解しているように見えるけど、動作原理まで立ち入って考えたら、本当に中国語の辞書は渡されたようなもんで、こ こから世界を理解するってことははできないはずないずんだけけどなっって思っちゃうわけですねだから現実世界に関する理解度ってちょっと理解したじゃなくて全くゼロなんじゃないかという疑いが持たれますよね。だから一つの文で例えば狐という言葉をあのタヌキという単語で置き換えたとしても意味が成立することが多いっていうのはそれは,それはあの同じ文の中に狐とタヌキが入れ替わった文がコーパスの中にあれば。 あ OK、可能だなんだなんだなってことを統計的な事実として把握することができてもそういうことをいくらやってもキツネとは何かタヌキとは何かっていうことはあの絶対あの理解に至らないような気がするんですけどねなので本当に世界に全く理解せずに言葉だけでうまいこと言ってる可能性はあるなとだけどそれはあの私の主張っていうのは別に人間様がだから偉いよということを言いたいわけじゃないですねあの <laughs> あくまでもあの言葉の意味が分かってないんじゃなかろうかという疑いを持っているということですね。だから、えっと、言葉の意味が理解できるのは人間だけに与えられた特権であって、人間様が一番偉いんですという主張をしたいということではなくて、それとは別の話です。あ、あじ二度書いちゃった。まあ、そういうことです。えー、っと、はい、以上です。塚本先生、聞いてましたはい,はい、はい。なんか 定義ちゃんと設置してないとダメだみたいな話でしたよね。こ、うんうん、れはなんかちょっと私違うような気がするんですけどね。そもそもだから言葉の世界だけでも、だけなんだけども、それでもどうも理解してそうだっていうのがチャット GPT の話であって。定義がね、うん、えっとちゃんと,えっと設置しないと理解とは言わないと。ま、うんうん、あ、ちょっとまあ理解という言葉のえらい厳密な。 のの定義の仕方であって理解とは何かっていうこと自体の話かなという感じがし,、まし,ま、しましたけどね。だから、うん、<laughs> 設置しなくてもチャット g p t は理解してるんだと。それは何かというと、うん、理解度を試すテストに全部答えるからだと。そうですね、入試録を見る限りはね、全然実用上問題ないし。まあ、それはねあ、どちらかというと松田先生の。私はもうちょっと違ってて。うん えっと別に外部観測だけじゃなくてなんか内部でもうちょっと理解してるっていうものがあるんじゃないかなと。定義は難しいですよね。それ必ずしも設置だけじゃなくて定義なんてねこのちゃんと設置しないといけないみたいなことはないんじゃないですか。ここ時点だけで成り立ってるんじゃないですか。言葉の中にはねちゃんと設置しない言葉なんてたくさんあるし基本無定義である言葉を使ったとしてもその後使い方を見てね 使い方そのものが理解の一部なんだと。理解、使い方そのものが理解なんだと、うん、いうような考え、まあ、数学ではね、ちゃん定義にならないかもしれないけど、うん、そんなきっちり言葉を全部定義して知ってるわけじゃなくて、うん、なんかよく分からんけども、うん、使い方見てこんな感じかなと思って、そんな感じかなっていうのが、うんえっと、なんか設置した感覚に基づくものでなければならないんだったら、 設置が必要という話になるそうじゃなくてその言葉同士の関係のみでなんか成り立つものなんだったらそれはそれでもいいという話になるような感じがするんですけどだからえっと最初のの今日の問題設定でねなんかこう問題設定言ってる中でえっと理解には設置が必要という前提からスタートしちゃってる。 そうじゃないんだという立場でチャット GPT は理解してるんじゃないかという話をしていたことをなんとなく忘れてるんじゃないかという感じがしたんですけど、ね、あああまあそうですよね。 ただ、そのチャット g p と身に身になってみると、最初は全く何も知らない、まっさらな状態で、本当に中国語の辞書みたいなものを渡されただけなんですよね。だから、定義するものもされるものも最初、全く分からないけど、言葉がとにかく大量に入ってきたという状態だけなんですよね。で、そこから、もう世界というものがあるということを全く触らずに、言葉しかない中で、統計を取ることができるんですよね。この単語の後にこの単語がよ,よく出てくるぞとか、そういうことしかできない中で、 言葉の体系っていうものを学習することはまあできたってことですね。うん、そう、だからそれを、ま、それが今のチャット GPT です、ね。そうそう,そう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 。だけど、振る舞い見る限りすごい理解してるんじゃないかと。うん,う,んうん。ん。見えるけども、うん、それは果たして理解だろうかと。うん,う,んうん。まあ、人間の理解とは違いますよね。だけど、人間もその設置の部分なかったら理解したと言えないのだろうかということですよね。 なんかこう、すごくうまく考察したようであって、実は最初の問いから進んでないんじゃないかと。うんうん、まあ、そうかもしれないですね、ちょっとメアリーの部屋とよく似てるんですけど、こういうことを考えたら、ある A さんという人がいて、この人は恋愛経験が全くないんですよ。 だけども、本はたくさん読んでて、恋愛に関する本をものすごく読んでて、恋愛のことをよくよく知ってる、いろんなケースをたくさんあの知ってるわけですね。で、その人が恋愛コンサルタントというか、恋愛カウンセラーみたいな商売を始めて、いろんな人の悩みを聞いてあげてると、それであのいろんな悩みを言ってきても、知識はいっぱいあるもんだから、的確に答えられてありがたかれてるんで、みんなからは、この人、きっと経験豊富であるに違いないって思われてるし、信頼されてるし、でも、 そのもうひょっとしたら本当は実地に経験ないんじゃないって疑いを持った人が、引っ掛け質問みたいなことして、なんとかして暴き出してやろうとするんだけど、絶対隙を見せずに、ちゃんと答えると、なんかそんなようなもんですよね。そ,<う>その時 うん、えっと理解し,してると言うかどうかと、それは人間の理解とは違うわけですよ、人間というか、他の人の思っているところの恋愛の理解とは違うわけですよね、うん、言葉の上っ面だけで、実は理解し,、うん、してるんだけども、見破ることができない、うん、理解してないという言えるのかどうか。 理解してないというのが普通でしょうけどね、人間どうしよう、うん。ボロを出さないけど、<で>本当は聞けないだろうみたいな。うん、だけど、われわれはちょっとまあ新しい世界に入り込もうとして、の AI の理解ね、ことばの世界だけで全てを完結しているえものっていうのが、明らかに設置はしてないんだけども、ね、設置。 本人の中では感覚は持ってないのは明らかなんだけども、いくらでも設置しているふりができると。それをどう捉えるかですね、理解してないというのか、うんうん、そもそも理解というのは何なのか。うんうん、理解のの中にの設置というものが えとそもそも定義として含まれるのか、うん、そうそうそう必,必須な条件としてそれはあ、あ,のあるべきものなのかっいことですねいろいろ考察したあげくやっぱり理解とは何かとうん、に戻ってきてるので実は、まあんまり一歩もこの考察 <laughs> う <laughs> そうですねはい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 っ <laughs>、うん、えっと結局循環してしまったという、うん、<話>まあそういうことですね、はい、何も何か言ったことにならないとはその通りですねだけど、ねはい、理解の話 このサロンの中でも常にこの中心のテーマの一つ、理解と意識っていうのが前ね、ちょっと似てるところがあるという話をしたときに全然違うと、増田先生おっしゃってましたけど、それはね、違うこと言ってなくて、ところまで違うところもあると、まあ、何なんだろうかっていう話はテーマだと、また折ってですね、そこの中でやっていったらいいと思います。 ただ、えっと、それを使う人間の側にとってみてれば、その見方は2つあって、1つはこんなに回答が上手であの、絶対隙を見せない、ボロ出さないんだから、こいつは理解してるはずだぜって思っちゃう見方と、いやいや、これは回答がうまいだけで、本当は理解してない、その恋愛の実地研究がないあの恋愛コンサルタントと同じことであって、私が会話してる相手はそういうやつだぞって思うのとだいぶ違うじゃないですか。 まあ、だからそれは松田、まあ、先生の言うところのエフェクティブっていう話ですよね。だけど、まあ、私はもうちょっと広く思ってて、うんえっと、人間の理解っていうのも、うん、まあ多かれ少なかれそうなんじゃないかと。うん、もちろんその自分実体験に基づくその設置したものから草の根的にこの。うんうん 足が血についた、こういうこの言語の理解というのはあると思いますけども、そうじゃない理解もあるんじゃないかな。人間もね、さっき言った、もう本当に耳学問で、経験もないのに分かった気になっているものうんうのはあるんじゃないかな。だから設置してないのは原理からして明らかなんだけど、それでも理解してるねって思っちゃっていいでしょって、それも理解の。

サロンの中で扱結局、大したことは言ってませんけども、どうなったかの参考になればありがたいぐらい大したこと言ってないとこう言ってるのは私の主張であって、<laughs> まあまあまあそうです、ね、すごいこと言っているんだと。うん、い,やいやいやいや、だからいや言葉が意味が分かってるって派と分かってないって派だと、まあ、表面的には対立しそうなので、ちょっと挑発的なことを言ったかなと思ったということであって、と、まあ、とは何かという話ですね、うん、結局そこになっちゃうんですね。で まあ引き続き考えてい、ね、はいはい、はい